皆さんこんにちは、山際です。今日はですね、京都大学の創造の精神とフィールドワークの世界と題してお話をさせていただきます。まあ、京都大学の、ちょっとした内容と、それから私がやってきた仕事研究の紹介を少しさせていただきながら、皆さんが大学でどういうことを学べるかということを少しイントロめいたことを言わせていただきます。京都大学はですね、地球社会の調和ある共存に貢献する、これは日本だけではなくて地球を相手にしている、世界を相手にしているという意味でございます。で、私はもうその総長になって3年経つんですけども、総長になった時に京都大学が掲げる目標として、京都大学は世界と社会に通じる窓であるというふうな標語を掲げました。窓を開けて世界に出ていきましょう、それを教員と学生一緒になってやりましょうということなんですね。で、その窓は英語でウィンドウと言います。で、その一つ一つのアルファベットを取って目標を作りました。最初の W はワイルド&ワイズ、京都大学に入ってくる学生はみんなワイズなんだけども、ワイズだけじゃダメじゃない、やっぱり野心的な心と身体を鍛えなくちゃいけないよねという意味なんですね。そして次の I はインターナショナル&イノベーティブ、これは国際性と革新性を求めましょう。次の N はナチュラル&ノーブル、自然に親しみながら、高潔な精神を持ちましょう。そして次の D はダイバース&ダイナミック、多様性にきちんと学びながら動的な世界の動きを捉えましょう。オリジナル&オプティミスティック、創造の精神に代表されるように京都大学は新しいことを生み出す大学ですけれども、とかくですね、新しいことを考えていると内向きになっちゃう、人から非難されたりすることもありますからね。でもそれを楽しくやりにいきましょうという意味です。そして最後の W は Women and Wish、女性が勉学や働きやすい環境を作りながら将来の希望を持ちましょうという意味です。で、京都大学は全部で2万3000人ぐらいの学生がいて、そのうちの学部生が大体、1万3000人ぐらいですね。留学生が2000人ぐらいいます。で、10学部あります。そしてその上に大学院研究科と称するものが18あります。そして全国に京都大学に付属する研究所やセンターが35あります。7200人の教職員が働いていて、そのうち400人が外国人のスタッフです。で、今日次の講演をしていただくアンドリューさんもそのうちの一人ですね。そして世界にもですね、168の協力協定を結んでいます。そして、京都大学がいろんな部局で持っている海外拠点が59もあります。で、星印はそのうちで本部が持っている、交流拠点でして、今世界で3つあります。ドイツのハイデルベルク、タイのバンコク、そして、もうすぐオープンするワシントンです。京都大学に毎年、やってくる、学生は、留学生は2000人以上、先ほど言いましたね。そして、もっと研究者は3000人以上の研究者がやってくる。で、京都大学からは世界に2800人ぐらいの学生が留学に出かけていきます。研究者も8400人が海外へ出かけていく、非常にその海外との交流が多いんですね。で、京都大学のモットーというのは自学自習です。自分でテーマを考えて自分で学習をする、そしてそれを対話を通じて自由に討論するということです。で、その結果世界の最先端を行く多くの研究がこれまで成し遂げられてきました。そして特に、京都大学の特徴は探検大学、フィールドワークと言われています。で、今日は私がそのフィールドワークの醍醐味を少しお伝えしたいなと思っています。京都大学は日本で最もたくさんのノーベル賞学者を出していて、ノーベル賞だけではなくて2人のフィールズ賞、これは数学の国際賞ですね、それからガウス賞とかラスカー賞といったものも受賞をしています。
で、その中で国際的な賞をフィールドワークで取った方というのは、私の先生であった伊谷潤一郎先生です。この方はトーマス・サックス理事賞を1982年に受賞されています。これは人類学の、ノーベル賞といわれる賞なんですね。で、どういうことをやったのかということをこれからお話しします。霊長類学というのが、日本にあります。そして京都大学がその霊長類社会学のオリジナルな場所なんですね。この伊谷潤一郎先生のそのまた先生の今西欽治先生というのが、1948年に霊長類学グループというものを立ち上げられました。その時に使ったのが19世紀の終わりに動物文学を、出し始めたシートンです。皆さんシートン動物記って読んだことありますか？読んだことある人ちょっと手を挙げてください。お、いるね。いや嬉しくなるな。これね、海外に行くとほとんどシートンっていう名前知られていないんです。つまり、動物文学というのは科学ではないっていう、常識があるからなんですね。でも日本の僕も子供の頃によくシートン動物記を読んで興奮しました。この特徴はその動物記の中の英雄に名前を付けてるってことなんですね。狼王のロボット、あるいはエディンデルのキツネとかそういう名前が付いてます。でそれは日本では当たり前のことなんですが、海外で動物に名前を付けて呼ぶというのは非常に擬人的な表現と考えられていて、当時はですね、だからこそシートンは科学者ではなくて文学者だと言われたわけです。でも日本の霊長類学者はあえて猿たちに名前をつけて、そして、その猿たちの日常的な行動をその名前を使って記録をしました。一頭一頭の猿の顔を識別して名前をつけ、そしてそれを長期にわたって観察することによってその彼らが織りなす社会を、調べたいというのがその動機だったんですね。でこれが1954年に出た日本動物記なんですけども、これを高崎山の猿という本を書いたのは先ほど紹介したハックスリー賞を受賞した伊谷潤一郎さんです。この時この後書きにその師である今西先生はシートンはおおむね英雄を描いて動物の社会を描き出していない、領主の記憶に残るのも特に目立った個体に限られている、その他大勢とも言うべき連中に注意を向けることは今まですっかり忘れられていた、我々は文学よりも科学を求めるものであったと記しています。でだんだんとですね、日本のやり方が、西洋の霊長類学を志す人たちに、浸透していって、一頭一頭の個体に名前を付けるという、方法論はジャパニーズメソッドと言われるようになりました。今では、ほとんど全ての、霊長類学者が世界中で猿の一頭一頭に名前を付けて、呼んで、そしてその行動を記述しています。そしてそれが1948年からだったんですが、10年日本猿をやって、この今写真に写っているのは今西先生ですけども、初期の霊長類学者が志したのはやはり猿を研究するんだったらその人間の起源、人間の社会の起源というものを追い求めたい、とりわけですね日本でもそして世界中の人々が、同じように持っている社会の基本単位は家族だから、家族というものが一体どういう背景でできたのかということを調べてみたいと思ったわけですね。で、その当時の情報だと一番家族に近い集団を作っているのはゴリラだから、ゴリラが住んでいるアフリカに行って家族の起源を探ろう、そういう意識でアフリカに出かけていきました。でただその頃はですね、ゴリラというのはまだまだすごく凶暴で残忍で、不気味な闇の怪物というふうに、言われていたわけです。でそのモデルになったのがキングコングで、皆さんもキングコングという映画をご覧になったことあるかもしれませんが、大変こう不気味な姿に描かれています。ただ最近ハリウッドで作られて日本にやってくるキングコングは非常に優しいゴリラをモデルにして描かれていますから、これは初期最初に1933年の映画化の時に描かれたゴリラで非常に不気味な顔をしています。そういう、イメージで、言われていたわけですね。
で、まあ、ゴリラが住んでいたのはこの地図の、これアフリカ大陸の地図ですけども、左側の白地図に黒く塗ってあるところ、これが現在のゴリラの分布域です。でそれがちょうどこの緑色の地図に ある部分に匹敵しますね。これはコンゴ盆地といって熱帯降雨林です。熱帯降雨林の西と東の端にゴリラが住んでいるわけですね。これを、まあ、調査をしに行ったわけです。で1950年代から60年にかけて3回ゴリラ探検をやってですね、ただし、まあ、あんまり成果は上がらなかった。ゴリラをやっと写真に収めることができましたが、ゴリラになかなか近づくことはできなかった。でその時同時にですね、タンザニアのタンガニーカ湖畔でチンパンジーの研究を始めたジェン・グドールさん、そして日本隊と同じ場所でゴリラの研究を始めたジョージ・シャラーさんたちがいました。だからゴリラやチンパンジーの研究をしに行こうと思い立ったのは日本人だけではなくて、イギリスやアメリカの、研究者たちだったんですね。でとりわけゴリラの研究はこのシャラーによって進むことになります。日本隊は、ゴリラの研究をそれ以上進めることなくチンパンジーの研究へと転化していったわけですね。それはゴリラの生息域が全て1960年に独立紛争に巻き込まれてしまって、それ以上研究が続けられなくなったからです。でその代わりタンザニアに住んでいるチンパンジーをジェン・グドールさんたちとは違う場所で始めたのがこの伊丹さんなわけです。で伊丹さんは1960年代に、このチンパンジーの調査をする方法を考え出します。ここにちょっと書いてありますが、3人のポーターに25キログラムずつの荷を担がせ、私も15キロのサブリュックとライフルを担ぎ、約1週間は無人の荒野を踏破できるという体制を完成した。これが1960年のことだった。私の最大の武器は未知の世界に踏み込む足だったし、私の目的はポケットに忍ばせた野鳥に私が観察した対象と、そして自然についてひたすら記述することだったと記されています。こういうのを見ると、いやものすごく危険な場所で体力がいるんだなと思われるかもしれませんが、私の仲間たちは決してそんなに体力があるわけでもないし、野外に慣れた人たちでもありません。ずっとそれまで机の上でしか勉強してなかった、青白きインテリがですね、こういう野生の中に足を踏み入れていって、だんだんと自分の新しい方法を見出して、そして新しい発見を成し遂げてきました。ですから皆さんも決して、いや私や僕はどうも野外が苦手なんだけどと思わずに、素人の目でどんどんこういう野外研究に目を向けていただきたいと思います。で私が最初にアフリカに行ったのは1978年です。私の研究室、理学部のですね、自然人類学研究室というところだったんですけれども、そこの方針はアフリカに行くまではまずその、まあ、先輩かあるいは指導教員がついていく、でもそれからはもう一人でやりなさいと言って置いてくる、まあ、子供を捨てるように捨て子の精神というんですけども、私も78年に、当時ザイール、まあ、今はコンゴ民主共和国と言いますけども、先ほどのコンゴ盆地の東の端にある国です、場所です。でそこに一人で置いて浮き彫りにされまして、まあ、そこで現地の人たちといろいろ渡り合いながら自分の調査チームを組んで、そして仕事をしました。まあ、左側に私が26歳の時の写真です。まだ若いですけどね。で一緒に初めて仕事をしたのは右上の、ピグミーと呼ばれる狩猟採集民の人たちでした。でもそこでなかなかゴリラを観察することができなかったので、私は先ほどジョージ・シャラーさんが始めたビルンガ火山群というところに足を伸ばして、そこでシャラーさんの後を引き継いでやっていたダイアン・フォッシーさんのところに弟子入りをして、フォッシーさんのところでゴリラの観察を、するようになりました。フォッシーさん当時1967年から、ゴリラの研究をしていたんですね。左側が、本物のダイアン・フォッシーさんです。右側は実は1985年のクリスマスの晩にこのフォッシーさんは、何者かに殺されてしまいました。でその悲劇の一生を描いたゴリラズ・イン・ザ・ミストという、まあ、映画が作られて、それが日本にやってきて
愛は霧の彼方にという題名をつけられて放映した、その時のポスターです。今でも、まあ、あのビデオ屋さんに行くとこれは借りられると思いますんで、ぜひ一度ご覧になってください。ほとんどドキュメンタリーと同じ内容の作品です。で、当時私が研究を始めた時のダイアン・フォスティさんと、そして私です。これ1980年に、カルスグエ研究センターに行ってゴリラの研究を始めました。